はい、ゆっきーでーす。今日はですね、チャームさんから整体を、購入いたしました。はい。ので、開封していきましょう。水草とね、整体買ったんですよ。はい。よいしょ。パパッ。パパパパ。パカッとパカッと。よいしょ。あと水草と整体とあとバケツ買ったんだったかな。まずはバケツ。じゃーん。こちらはね、とある、人が使ってたバケツなんですけど、値段が1500円ぐらいのバケツ。コック付きのバケツですね。こちら。こっからこう、コックをひねって、ピャーって出せるやつ。で、水合わせするときに、すげえ、こっちの方が楽なんですよね。これあった方が、相当、楽なんで。コック付きバケツの6リッターのやつを購入しました。で、こちらが、水草ですね。はい。水草。よいしょ。水草が、ハイグロフィラ、ポリスペルマ。水草無農薬水上波。ポリスペルマっていう、なんかエロい名前の。どんなやつ？赤？ん？プアガ？お、ほほー。まあこれは植えましょうかね。ほほほほほ。これはまあちょっと、植えてみますか。そして、問題の生体さんが、死んでないとは思うんだけど、多分。よいしょ。ああ。これセット。わが。まあ、死んでても一応保証がある。あ、なんか入ってる。カルキ抜き入ってる。これおまけだな。ソイルの白濁を抑え、クリアな水に、だって。塩素中和、白濁、流木の黄ばみ除去。あ、これあれだわ。これ30センチ水槽に使おう。よし。北海道が
北海道ついてましたね。ほら、あ、まだあったかい。あ、結構あったかい。北海道がついてました。そして、生体さん、おーお、じゃんじゃじゃーん。こちら買ったのが朝ヒレの、あ、赤ヒレの S サイズの、10匹となってまーす。値段が確か1000円ぐらい。確か980円ぐらいだったんです。ね。赤ヒレちゃんでございまーす。ほい。ちょっとなんか、あれが入ってますね。活性炭かな？1、2、3、4、5、6、7、8。あれ？ 2、4、6、はぁ、あ。あ、多分10匹入ってると思うけど。全員死んでませんね。大丈夫です。あ、ちょっとちっちゃいですね。稚魚というか。うん。まだ1年経ってない。半年ぐらいしか多分生まれて経ってないぐらい。こんな感じですね。ほら。ね。ではね、まあ、これは、水合わせして、行きたいと、思います。ちょうどね、このバケツがあるんで、これで、水合わせしようか。よし。このバケツはね、本当にね、いいらしいです。まだ。水位線はい、ということでね、水合わせは、何時間やったかな、3時間4時間、水合わせしましたんで、赤ひれちゃんね、チャームで買ったのが 10匹なんですけど、チャームさんが、あれしてくれました、おまけしてくれたんで、事実11匹入ってましたので、11匹ね、入れていきたいと思います。それじゃあね、よいしょ、網を持ったな、網は持ったな、行くぞ。はいはい、君たち、ほら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 、多分大丈夫だと思う。ほり、死ぬなよ。ほらほら、3匹投入。大丈夫？パイロットフィッシュとして大丈夫？あ、大丈夫大丈夫大丈夫ですね。パイロットフィッシュ、パイロットフィッシュ、赤ひれちゃん、赤ひれちゃん、赤ひれちゃん、にゅ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 、ういまあ、赤ひれはかなり丈夫な魚なんで、ね、多分大丈夫だと思いますよ。よしと。
よし、これで全員全部入れたね。お、いいね。もうやっぱ生体いると全然いい、いいな。おお、生体が、魚がいるとやっぱり全員元気かな。多分全員元気だと思います。うん、よし。で、あとは せやな、あとちょっと量がまだね、足りないんで、この水槽のやつを、水をこの中に入れます。入れます。よしよし、まあ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 って感じかな。よし、でまあもうちょっと水を入れましょう。このチャームで買ったバケツなんですけど、これがねコック付きバケツなんで、これで、ちょっと待ってね。コック付きなんで、そっからね、そのまま直接バケツから水を入れることが可能なのです。じゃん、ここに置いて、ちょっと怖いな、これな、ちょっと怖いな。よし、こうして設置して、ここをクイッとひねると、あれ、クイッと、おい、クイッとひねると、あー、漏れてる漏れてる、ほら、
まあ、こんな感じで水が出るわけですね。よし、これでちょろちょろ水をやって、お、みんな元気？みんな元気か？うん、こうやってね、水を交換した、なんだ、掃除するときにも結構役立つんですよ、このコック付きバケツ。で、誰かね、四つ目のね、方でね、紹介してた人がいたんですけどね。まあ、これでちょっとずつやって、まあ、こんな感じで、アガヒレちゃんね、導入、完成でございます。全員生きてます。1、2、3、4、5、6、え？多分生きてると思うぞ、全員。2、4、6、7。あと3、4、4匹どこ行ったあれ。ちょっと見当たらないですよね。まあ、どっか隠れてんだろう。ね。ということで、これでご視聴ありがとうございました。